こんにちは、かいこうじです。今日はですね、大阪に来てます。昨日はまたファンメイクの集まりだったんですけどね、大阪に来てます。これからですね、アンソニーさんと約束をしていて、ウツボ公園というところに集合しますんで、今ウツボ公園に向かってるんですけど、まあ、今日は大阪の街をブラブラしながら、アンソニーさんとお茶した後、どっか行くとこ決めて少し観光して帰ろうかなと思ってます。今日はね、ガジェットテストというか、先日紹介したこのノップスっていうイヤホンに見えるんですけど、これは耳栓なんですよね。アナログのノイズキャンセリングというか、くるくる回すことで音を遮断したり、ちゃんと聞けるような状態にしたりって、こうコントロールできるこの耳栓をね、試してます。あとはこれね、本当に最近紹介したんですけど、ザングルっていう骨伝導スピーカー搭載のサングラス、これもね試そうかなと思ってたんですけど、今日は意外と曇ってますねどうしてもね、このノップスとザングルを合わせてちょっとね使ってみたかったんですよね。このザングルの特徴としては、骨伝導スピーカーなんで、でこうやってかけて音楽を聴いたり通話をしても耳を一切塞がないので、そこがねすごくいいところなんですけど、ちょっとねザングルはすごいうるさい環境だと、まあ骨伝導スピーカーで音がそこまでバーンと耳に入ってこないんで、多少聞こえづらい時もあるんですよね、うん、まあだから環境音が聞こえて安全にもいいっていう面はあると思うんですけど、それをねノップスと組み合わせて使ったら、環境音もコントロールできるし、これは結構いい組み合わせなんじゃないかなと思って、今日はねこれを試していこうかなとも思ってます。ちょっとね早速聞いてみようかなここを押して電源をオンにすると、パワーオンって言うんですけど、そうするとすぐにコネクティッドって言ってスマホとつながってくれます。そうだ、さっき朝シャワー浴びてたんですけど、シャワーとあと湯船もね溜めて入ってたんですけど、 iPhone また水没しちゃいました。またって言ってもわからないと思うんですけど、先々月ぐらいに一回ね自宅のお風呂で水没させてしまって、その後ねすごい調子悪くて一回修理に出したんですよね。またやってしまった。でもなんか今のところ動いてるんで大丈夫かなと思いますけど、なんか音楽聴いてみようかな。今このザングルで音楽を聴いています。うん、ちゃんとね聞こえるんですよね。ただ骨伝導スピーカーなので低音は少なめで、ミッドの帯域が結構ちゃんと聞こえる、高音も少し少なめっていう、まあちょっと癖のある音では聞こえると思います。で環境音が、大きいと少し音が小さいなという印象があるんですけど、このノップスで、ノップスは4段階で音を調整できるので、環境音を遮らないモードとカチカチと動かしていくと、少しずつ環境音をシャットアウトすることができるので、環境音を小さくして聞くと、おお、今外の環境音はかなり小さくなってます。でも骨伝導スピーカーなんで、このザングルで聞こえる音は結構いい感じやっぱりね、こういうちょっとね感じで使ってみようかなと思って実験してます結構喋っちゃったな。そろそろウツボ公園着くかと思うんですけど、やばいやばい、全然やってしまった。最初にGoogle マップを見てこっちだなっていう感じで歩いてたんですけど、今見たら全然逆に行ってましたね急がないと。あー、やってしまった。今やっと出発地点付近に戻ってきました。今10分ほど歩いて、これをねいろんなモードで試してるんですけど、今なんとなく調子良さそうなのは、まあザングルは常に、ボリュームはマックスで、こっちのノックスの方は一番遮断しちゃうとちょっと環境音があまりに聞こえなくなってしまうんで、一番聞こえない状態から1個ちょっと聞こえる状態に、1段階聞こえる状態にするとちょうどいいかなっていう感じですね。ウツボ公園着きましたね。今なんか連絡があって、ちょっとアンソニーさんも諸事情で遅れるそうで、ちょうどよかったあー素敵な公園もうちょっとパーッと晴れてくれたらねよかったんですけど、
わあすげえ、こんなになってるんだ。いい公園。あーちょっとね道間違えてしまったんで、その分ロスして歩いて結構暑くなっちゃいましたね。いやまだアンスニーさん来てないみたいなんで、ちょっと待とうかと思います。そうこれはね今20分ぐらいつけて歩いてきましたけど、あとこれねノップスをつけた状態でザングルを聞くと非常になんだろうな、いい組み合わせだと思いましたね。環境音を抑えつつ骨伝導スピーカーで聞くっていう果たしてこれで使い方が合ってるのかっていう感じしますけど、意外といい組み合わせだったんじゃないかなと思います。これどうですか、あの皆さんサングラスとかしますか？僕は20代前半の頃はたくさんサングラス持っててやってたんですけど、もう20代後半から最近はですね全然サングラス、まあ30過ぎて1個か2個ぐらい持ってたんですけど、もうここ数年は1個もつけてないっていう感じでやってましたが、久しぶりのサングラス、はい、ちょっとねあの夏はサングラスちょっとこれ活用してみようかなと思ってます。皆さんのサングラス事情もよかったら教えてください。というわけで今日はですね、これから大阪の街を少し観光して帰ろうかと思うんですが、この骨伝導スピーカー搭載のザングルと完全アナログで環境音をコントロールできるイヤープラグノップスの組み合わせを試してご紹介しました。じゃあこれからアンソニーさんとお茶して観光して帰ります。またよかったら見てください。さよなら。おはようございます。おはようございます。